北緯36度4分50.9秒、統計140度4分53.1秒、北緯36.080806度統計140.081417度、3 6 0 8 0 6四4 0 0 8 1 4 1 7研究学園駅前公園は、茨城県つくば市学園南2丁目に、あるつくば市立の都市公園である。つくばエクスプレスタウン。 研究学園カツラギ築造成時に作られた公園の一つで首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス研究学園駅南側にある築公園である。総面積7.3ヘクタールで2010年まではカツラギの築公園と称した。入り口は北入り口、北東入り口、南入り口、南東入り口の4カ所があり、それぞれ広場が設けられているほか、 南入り口広場に隣接して、トイレと駐車場、北入り口広場に隣接して管理センター、トイレ、バス駐車場、管理者駐車場、南東入り口広場に近接する場所に管理者、駐車場が配置されている。園内は、芝生広場を中心に、公園内には、開発前の木々を残した、木村林や野生園があるほか、野鳥の池、吉原、湿生園がある。また、 公園内に古民家、つくばスタイル館が設置されている。所在地住所は2014年6月27日まで、つくば市桂木根崎であったが、土地区画整理事業の監知処分により、その翌日より、学園南2丁目の新町名が正式運用されている。2020年東京オリンピックの聖火リレーで、セレブレーション会場となった聖火ランナーは、 公募により1万人程度が選ばれた聖火リレーについて組織委員会はスポンサー企業4社と各都道府県実行委員会が行ったランナー公募に延べ53万5717件の応募があったと発表した公園内の施設は駐車場、つくばスタイル館を除いて無料となっているまた、つくばスタイル館の利用は事前につくば市役所に問い合わせる必要がある 2012年4月29日、つくば青年会議所の主催で、つくばの職王座決定戦がこの公演で開催され、約3万5千人が来場した。主職部門は、豊町のつくばびとんと軟骨の角に、スイーツ部門は、心差しちののつくばドラが優勝した。ありがとうございます。